calendar， 私たち毎日使いますね。我们每天用日历スケジュール確認するし、あと今日は何日とかいろいろね。那日本のカレンダーと中国語のカレンダー一緒ですか？一緒に言いましょうね。こちらは日本のカレンダーですね。好，日本のカレンダー、日本の日历是星期天，日曜日からね。星期天、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六。那中国的日历呢？中国的日历，我们来看一下。诶，我们是从星期一开始，月曜日からですね。星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期天。そしたら。質問来ましたね。今週の日曜日会いましょう。今週の日曜日だったら日本語と言うと来週の日曜日ですね。中国は今週の日曜日でも日本のカレンダー見ると来週の日曜日になります。はあ、これはちょっとね、危ないです。と中国人と日本人もし、今週の日曜日、这个星期节、でも日本人の漢字は next week、下个星期。その時はちゃんと日にちは言った方がいいと思います。例えば、今日は7月2日、7月2日、じゃ7月3日见、7月3日见、This week、あ、じゃあ分かったね。あ、7月3日、あ、来週の日曜日ですね。でも、In China is this week, not next week。ちょっと微妙違いましょうでしょ。気をつけないと多分間違いかもしれません。好的。